和子さん、こんにちは。こんにちは。今日はこの52度で、はい、アプローチしていきたいと思うんですけど、はい、アプローチの時にフェースは返すのか返さないのかみたいなことは以前もやりました、はい、で僕はこうアプローチをしながら、はい、自分では返してないつもりだったんですよね、はい、でもあることしてたんですよ。あること、はい、そのあることを皆さんに、はい、まあ、知っていただこうかと、はい、いうことでやっていきたいと思います。でまずここのアプローチは、はい、約そうですね17ヤードぐらいのアプローチ、はい、で、まあ、52度だと、まあ、キャリーが約半分いくかいかないかみたいなところですね、はい、だから7ヤードぐらい、まあ、この辺りですかね、はい、イメージ的には、はい、でちょっとまあ打っていきたいと思います。52度です。ボールはブリヂストン XS です。いきます。まあ今だいたい狙ったところに落とせました、はい、まあ、ちょっと行っちゃったのは、まあ、グリーンのスピードとかね、はい、あると思うんですけど、でこの時にローテーションしてるのかしてないのかっていうと、僕はしてないんですよね。してないんですね。してない、イメージ的には、はい、こうやって構えてですよ、構えてバックスイングして体を回してるだけなんですよ、はい、回してるだけなんですけど、あることをしてたっていうのは、まあ、僕はフォワードプレスをまずするんですね。あ、そうですよね。フォワードプレスをしてまずロフト立てて、はい、インパクトの時にもこういう動き、押し込む動きっていうんですかね、なんかローテーションっつったらさ、こういうイメージじゃないですか、はい、こうロフト立てる動き、はい、なんて言うんだろうね、まあ左手は少しこう小屈の動き、はい、まあ、そんなこんなんではないんですけど、多少こういう動きを入れてるんですね、アプローチの時に。でロフトを立てて当ててると、はい、いうことに気づきました。これは勝手にやってたんで。あ、無意識にやってたんですね、はい、ローテーションしない、手を使わない、体を回すだけっていうと、はい、構えてこういう感じ、うん、ってことはロフトが立っていかないんですよね、その構えた時のままってことですね。構えた時のまま、構えた時のままでは打ってないんですよ、確実に。構えた時よりはロフトを立ててるんですけど、こうはしてないんですよね。そういう立て方ではない、こういうローテーション、これローテーションじゃないですか、はい、こうしてるんですよ、こうちょっと押し込んでる感じなんですね。押し少しこうね、することによって、そう思ってみると確かにそうしてますね。してるよね。このローテーションしないって言って、手を使わない、体を回すだけだっつって構えて、これがもう本当に何もしてない状態なんですよ。まあ、ちょっと少し球は上がって、球も上がっちゃうじゃないですか。そうですね。アプローチでも、この52度、まあ、58度でも一緒なんですけど、はい、構えた時よりはかなりロフトの立った状態で当てているんですよね。はい、一回いきます。まあ、低くて、まあ、52度らしいアプローチ、らしいアプローチですよね、はい、これは3度でも一緒で、まあ上げる場合とかはね、はい、別ですけど、3度でピッチエンドランとか打つときは、まあ、こういう風に打ってるんですよ。あ、そうなんですね。これは多分まあ、アプローチがわりかし、まあ、上手な、はい、まあ、言ったらもうシングル級以上の人みたいな、はい、方は意識しなくてもなってると思うんですよね。無意識にですね、うん、だからまっちゃんもなってるんですかね。こうやってまっちゃんもまあどっちかというとこういうアドレスで、はい、スッてこうちょっとこうやってるはずなのよ。それ意識してないよ。意識してないです。意識してないけど絶対にそうなってないと、はい、あんな低くてスピンの効いた球なんか3度で打てるわけないんですよ。だいたい上がっちゃうじゃないですか。上がっちゃいますね。だからこの動きを少し入れてあげると、まあ転がしもできるし、はい、まあ、3度だったら低く打つこともできるし、うん、だから旗から見たら何もしてないようには見えるんだけど、いやそうですね、構えて、少し
やってるんですよね。ほんのちょっとですよね。ほんのちょっとなんですよ。これまあ今52度はいですけど、まあ、58度でねやっていきたいと思います。はい、58度、正面からでしょ。そう言われてれば、言われてみればやってるよね。やってるように絶対手使ってないって言ってこういうことではないよね。そうですね、本当に手使わないで言ったらこういう感じで球浮いちゃうから。そうですね、まあ、今のいいアプローチなんですけどね。いいアプローチ、ああいうアプローチももちろんバリエーションとしてはありますよね。あります。でもどこからのアプローチ、まあラフからでもそうですしフェアウェイからでもそうなんですけど、必ずこのちょっとこうロフトを立てる動きを入れてるんですよ。入れてるですね、僕も、はい、多分絶対入れてますこれはこれって、まあ、ちょっと上げて、はい、打ちますけどこれ入れてます。今のも入れてるんですね。入れてるんですよじゃないと距離感出ないんですよ。入れてるんですか本当に。入れてるんだけど、はい、最初にフェースを開いてるから、はい、入れても球上がってるんですよ。あ、開く度合いがじゃあそう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 強いからですね。開いといて入れてるんですよ。お、確か正面から見ると、うん、入れてるように見えます。入れてるよね、はい、だからフェースに乗って距離感が出るんですよ。これ開いといてこの 体だけで手使わないで打とうとしたりするとうまく打てないんですよ。結局めちゃくちゃ開いてるんで、そう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 、その角度では当てられないってことですよね。開いてるからシャンクしちゃうんですよね。開いてるやつをこうロフト立てる動きを入れることによってちょっとフェースをスクエアにね、はい、持ってきてるわけですよね。その動きをするためにめちゃくちゃ開いているってことですね。そう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 、フェースに乗ってるというか距離感出てますよね。この動きをこうね、こうちょっとで その辺でですか。そう、だいたい切り返してちょっとしてからうん入れてるんですよ打つ直前というのか切り返し、直前切り返しぐらいだね。クッとそう入れるとロフトが立ってフェースに乗るんですよねちょっとじゃあさ、はい、変わってまっちゃん意識しないで打ってみてよ一旦、ね、もう意識しちゃいますねもう無理ですよ。もう無理、もう無理かな。いやもうちょっと待ってください意識しないでって難しいですね。まあまあまあいつも通りに、じゃあちょっとまっちゃんにもね、はい、打ってもらいたいと思います。はいはい、ではまっちゃんに変わりまして、はい、じゃあアプローチしてもらいたいと思うんですけど、まあ、これは58度、58度ですね、はい、意識しないでね、いつも通り。今何の動画やってましたっけ。いや、ピッチエンドランの動画だったな。ピッチエンドランの動画ですよね、うん、あんまり、うんまあ、とりあえず打ってみようか。はい、58度で、うん、半分半分ですね、半分キャリー半分ランバッコさん、えめちゃくちゃやってるじゃん。めちゃくちゃやってる。やってるよね。いや、これやってなくてうまい人はあんまりいないと思うんだよね。やってるのよ。いや、これ本当に今まで気にしたことなかったですけど、俺も気にしたことなくて、なんだろう、やってんだよね。なんか、まあ、やり方が僕とバッコさん同じかどうかわからないですけど、うん、なんかこうやってるやってるよね。フェースを下に向ける動きをやってますよね、はい、やってます。だからちょっとこう上手な人はやってるんですよ。これ58度ですからね、あんなに低く出ないでしょ58度ででもここからの58度のアプローチはああいうイメージじゃないですか。ああいうイメージですよね、はい、だから無理に別にこうやってアプローチしてるとかじゃなくて、はい、これ僕のまっちゃんさ52度そこにあるんで、はい、ちょっと52度でピッチエンドラン、だまあ基本転がすときはもうもちろんやってる、上げるときでもまあ多少やってるみたいな、はい、そうですね、うん、52度だと、まあ、ほんと5ヤードぐらいのところに落として、うんうん、転がして素振りでもやってるもんなやってるでしょ。で
こういろいろ考えてて、はい、なんでプロはフェース開いてるのに低い球打てるんだみたいなのとか、はい、いやフェースそんなに開いたらシャンクするじゃんってみんな思ってるんですけど、そういう動きをしてるから、そうですね、フェースがこのねちょっと要は開いてるじゃないですか。はい、開いてるんだけどちょっと小さい動きでやってもらって、こうロフト立てる動きをしてるから当たるんですよね。そうですね、うん、うん、ここからそうなんですよ。そうですね、ちょっとこうそうそうそう、これを覚えれば皆さんもやっぱりアプローチは、はい、そうですね、フェースに乗って距離感出るね、はい、打ち方できるんじゃないかなと。まあちょっとそれ全部打っちゃいましょうか。ちょっとじゃあ52度ですけど、うん、ちょっと開いてやってる、 めちゃくちゃやってるでしょやってるっす。これねやっぱりね最近まあ普通にこうアプローチしてて、はい、僕なんかはまあフォワードプレスするから、まあ、フォワードプレスして別に何もしてないイメージだったんだけど、その動きやっぱ入れてるんですよね。あ、確かにフォワードプレスすると勝手にちょっとその動きっぽくなるですもんね。 なるよね。でもさらにそこからいってるんですもんね。やってますね、まあ、体が多分こうちょっと手が遅れてくるから、はい、余計なるのかもしれないですけど、うん、フォワードプレスすることによってコッキングが完成されてて、そこからそうですね、うん、開いてもやってる、やってますよね。開けば開くほどやるんですよ僕ら。開けば開くほど余計こう、うんうん、開いて上げるときでもやってますから。これ開いてまあ52度ですけど、はい、まあ、開いて上げるときでもやっぱり切り返しちょっと入ってますから、じゃないとバウンスはじかれちゃうからね。いや、やってるかもしれないです、うん、そう言われてみれば開いといて、ああ、うん、やってますね。だからまあこうやるじゃないですか。ちょっとじゃあ変わってもらっていいですか。はい、はい、ありがとうございます。この、まあ、やるんですけどやったままじゃないんですよね、こうやって。あ、なんかこうほどくじゃないですけど、やった後は当たった後はちょっと開いてるんですよ。そう、開いて、わかります、打った後開きますよね、うん、だからこの切り返し、こうちょっとこういうの入ってスッとこう最後開くんだったら、まあ、開くまではいかないんです。開くまではいかないんだけどやってるんですよ。なんかなんて言ったらいいんですかね、わかんないんですけどそうやってやってるんですよだからこれをまあ皆さんね、はい、ちょっと今日の動画ではわかりづらかったかもしれないですけど、はい、少し意識してみてください。どれくらいやるのか、 いきますよ。フェースの向きがこれぐらい、ちょっとアップします。ここからちょっと待ってください、ワッホーさんに、はい、もう一回お願いします。ここから、はい、こんぐらい、これだけでえらい違うんで。これですね、うん、こんなんじゃないですよ、はい、これ動いてるのかどうかこの感じですねいや、これで全然違うんですよ。いや、ほんとそうですよね、はい、なんで、まあ、ちょっとねやってほしいなと思ったんで、まあ、今日の動画を見て、はい、まあ、家で素振りするのもよし、練習場行くのもよしなんで、はい、まあ、これでねアプローチをねしっかり上手くなって、はい、予選取れるように頑張っていきましょうということで、今日は終わりにしたいと思います、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。やってるしまっちゃん。いやー、まさか僕はやってないと思ってましたよ、ワッホさん。めちゃめちゃやってる。ワッホさんやってるけど、うん、僕はやってないよって最初思ってましたけど。めちゃめちゃやってるね。めちゃくちゃやってますね。やってないと打てないんですよ。確かにそうですね。で、やってないとフェースはどんどん開いちゃうんですよ。打つ。だって引っ張れば引っ張るほど、あ、ちょっとまあグリーン上だから出てからあれしますけど、これね。引っ張れば引っ張るほどこうフェースってこうフェース開いちゃうわけよ。はい、だからやらないとスクエア保てないわけね。ああ、やっぱ重さが一番重い部分が、これがだってこっち落ちちゃうんだから全部クラブは、はい、こうなることないじゃん、はい、フェースしかもちょっと開いておいてやったらこう、だから引っ張れば引っ張るほど開いちゃうから、自分で少し入れて左手のこの、まあ、小指とか薬指で、はい、ちょっとやってるんですよね。
意識すればするほどうまくいく。逆にその辺意識して練習したらもっといいアプローチ打てるかもしれないですね。もっといいアプローチしてんな、明日から打てるな、もっと俺は。急に年に1回か2回ぐらい来るじゃないですか、フェースに乗らない時期。ありません？プロテスト前と QT 前。QT 前そんなことなかったか。いや僕プロテスト前ほんとひどいんですよ。でもあの時は、うん、あの構えた時にフェースを開けなくなるんですよ、うん、怖くて、うん、でも開けないから、開いてないから入れられないんですよね。そうなんだよね、はい、だからこれ開いといてキュッてやるとフェース乗るんですよね。だからその辺がやっぱり僕もずれてくるんですね、はい、ずれてくるんですよこういうのはね。だからこのカットのまんま当てるんじゃなくてちょっとやるんですよね。そうすると1ヤードも打てますから、やってもらいたいなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。